では岩手のスターティングメンバーです。予想フォーメーションは 3-4-2-1、 ゴールキーパーは野沢、最終ラインは右から甲斐、牟田、利根、中盤の底には小松と和田、そして右に蓮川、左には中村大輔、ツーシャドウには奥山とオタボー、ワントップはクリスティアーノ。前節から代わって入っているのは3人です。リザーブのメンバーはご覧の通りです。続いて金沢のスターティングメンバー、予想フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパーは白井、最終ライン右から松田、庄司、孫、長峰、ダブルボランチに盛岡市出身の藤村と小野原が入り、右に大石、左に松本博也、ツートップ杉浦と林です。小野原、長峰のグラウンダーのクロス落として松本、右足ポストに当たってそのままゴール。先制点金沢、松本博也2試合連続のゴール、今シーズン6点目、なんと8試合で5点目のゴールです。アプローチの角度を含めてですね、これはもうディフェンダーというよりもやっぱり松本のもう狙いすましたゴールですね。とてもいいゴールだと思いますね。そしてここで落ち着いてボールを外側にやって、ディフェンスを、ね、外に引き出しているんですね、はい、コースを自分で作っている、もう素晴らしいゴールだと思います。金沢のサイドバックは非常にアシストが多いコンビ。さあ林、ミニアシュート、ー振り向き球のシュートで決めました。林今シーズン11点目、 J3 でマークしたキャリアハイに並びました。もうここでもうバランスよく、そして最後のところグッと押せるようになったんですね、背中で。いやもうお見事ですね。これグッと押してるんですよね、はい、もう本当に体が強くなった、とてもいい選手になりましたね。杉浦も虎視眈々とそのクリアボールの行方を狙っていました。骨から奥山、右足中村大輔、クリスターのヘディング、さあ奥山がゴール前、胸トラップ、奥山左足クロス飛び込んだ、オタボー、わずかにポスト右。いや、ここをネクスターに入れて、そして奥山が3人目の動きで入ってきたんですよね。中を見て外を見て松田、さあ松本のクロス、ヘディング林、野沢ビッグセーブ。大石がねすごく頑張って右サイド作って、はい、そこからスルーパス、キッカー盛岡出身の藤村、ヘディングシュートはブロック、まだある、杉浦これもブロック、和田ヘディング、空中戦が続く、最後はクリスターの、しかしクリアしきれず、藤村、大石、藤村、抜け出す庄司から藤村だ、藤村書き出したが松本のシュート、さあ長峰のシュート、怒涛の攻撃見せました金沢、しかし岩手がしのぎます。無得点に封じました岩手。いいボール上げますね藤村ね、ここで競り勝って、今誰ですかクリアしたのは中村だったですね、はい、骨切り込んでいく、もう一度奥山です、奥山のクロス、クリスティアーノだ、孫がヘディング、そして和田がかわして左足ブロック、そしてクリスティアーノ、これも入りません。今度は金沢が一の守備。いや今ブレンデルも入って、そして中村入って、この2人入った瞬間に変わりましたよね雰囲気。モレラトが来ます。さあモレラト、ブレンデルへ、ブレンデル、さあ走ってきた和田だ、和田のクロス、ここはダイビングクリアをしていきます。松田、ブレンネルのクロス、もう一度クリスティアーノ、ヘディングシュート、来ましたね、ブレンネルからクリスティアーノ、流れを変える反撃の1点、 J リーグ2点目、新加入クリスティアーノ、4試合ぶりのゴール。ここもう一度拾ってですね、そしてブレンネルで縦に行ってクロスボールですね、そして
もう身体力の強さが出ました。そういうヘディングですよね。もうしっかり叩きつけたいいヘディングだったと思いますね。少し戻りながらで勢いはないんですけども、ぜひ注目していただきたいと思います。さあそれでも押し込む時間帯をまた作った岩手、ブレンネルボールキープ、フェイントを入れながら左足でクロスを入れる、飛び込んできてモレラとのヘディング。しかしこれは左ポスト横、今度は藤村、大石周りを見てトラップ。さあカウンターいけるか。スピードがあります。大石周りを見て出ますね。スピード島田出ましたね。島田キーパーと1対1、左足これを止めたが右足引っ掛けたシュート、執念が生んだ松本博也の得点。また松本のところこぼれましたね。乗りに乗ってる松本博也、点目。ここを拾うんですね。これ大石が拾って少しドリブルで持ち上がって必ずスペースで走ってるんですね。それもグラウンダーのボールを通します。止められたんですけども、松本もうそこへやっぱり走ってるってことですよ、うん。まあ、島田としてはここで決めたかったところですけどね。ブレンネル戻して中村敦孝、さあブレンネルだ、ほぼノーマーク、ブレンネルのクロス、うん、これは高かった、高かった。ここで長い長いホイッスル、金沢岩手を3対1で下しました。粘る岩手、それでも金沢が追加点を奪いました。金沢はこれで5試合ぶりの勝利、3戦負けなしとしています。